はにゃーん。鉄人28匹ギコと、またありしていってね、Cでーす。今回は、子が硬すぎて、かれこれ40分トイレで激闘しているというスレを紹介するよ。いや40分は草。一気の激闘はその後も続いて、子スレは大盛り上がりになるんだ。それじゃ詳しい話を聞いてみよう。これは2019年5月18日のスレ。わい、硬いよ。人40分の激闘中。汗だくや。出産か、ほんま。血が垂れとるわ。あかん。一旦休憩挟めや。シャワー当てるだけで柔らかくなるのにな。シャワー肛門に当てたがあかんわ。お水しっかり飲め。直腸にあるやつは水飲んでも意味ないらしいで。うるせえアホ。うんこなら俺に任せとけ。水飲めば柔らかくなるから大丈夫だ。ほんま？カルピスはあかん。水道水嫌いやねんけど。40分は草？何分格闘しとんねん。ほじくるしかないやろな。これ書いてたから指でやっとるが肛門狭くて無理やろこれ。オイルかジェルみたいの塗ったか？指にトイレットペーパー巻いてやっただけやわ。オイルないとあかんのか？お、兄に使うローションならあるんやが。前に風呂場で試しに指入れてみようとしたけど、濡れてるだけじゃ入らんかったで。潤滑油代わりが必要や。オイルはないんや。ローションだけや。滑るならローションでも余裕やろ。ワイはビニール手袋にオロナインで入ったわ。今は一時休戦や。コーヒー牛乳飲むといいで。外出られんわ。救急車しかないか？恥ずかしすぎるんやが。雑誌重ねて足置き作って、上向きながら脱力してアートかよ。まあそれでもなかなか大変なんだろうけど。Y 改便マン高みの見物。橋でもぶっ刺して一緒に引き抜いてまえ。怖すぎる。艦長おすすめ。外出られんのや。立つと足ブルブル震えるんや。あとはマグネシウム飲むとか。体質によってはかなり効く。マグネアでも買うんや。マグネシウムはやめとけ。強制的に下痢になるけど、もう硬い線があるなら地獄の苦しみやぞ。排便苦戦民はワセリン肛門に塗るといいらしいな。肛門狭すぎて指で書き出すビジョンが見えへん。ケツメリメリで草。干潮しろ。真面目に便座に長時間座るのはあかんで。便座から降りてよ、小座りせえ。ま、足ブルブルで便座の上はきついで。風呂場に移動するわ。3分以上座ってるとあらゆるリスクが上がるって言われてる。怖すぎるやろ。あらゆるリスクって。ベッタベタな唐揚げとか油の乗った刺身とかを食べると緩くなるで。多分なんかの病気ちゃうかそれ。ただうに硬いだけやろ。たまーにあるんや。ただ今回はあかん。わい便秘なんてなったことないからわからんけど大変そうやな。とりあえずカルピス飲むわ。よく貼られてる便秘すぎて死んだ女の写真とかやばいし。はよ救急車呼ばんと子詰まって死んで解剖された女みたいなるで。便秘、解剖、って検索すると例の画像の他に、もう一人クソヤバいやつの写真出てきてくさ。やっぱ救急車しかないんか。ワイ全裸やけど運んでくれるやろか。陣痛やん。その程度で救急車呼ぶな。干潮しろ。これもう半分出産だろ。最初滝のように汗流れてたわ。一回立ち上がってみるといいで。今膝がくがく言わせながら立っとるで。腐った緑色の豚肉を食えばいい。緑茶を一日放置して飲め。一旦収めて水分をよく取ってから肛門で少しずつ切るようにして出せ。やっぱ水分取らなあかんか。水道水飲むか。水道水嫌なら湯冷ましにでもしろよ。気張れば出るやろ。本気出せや。出へんのや。先っちょ顔出しとるけど出ないんや。こんな辛いうんうん初めてや。もう、いやや。草生える。頑張れ。先っちょ出てるってことは臭くしていけばいけるやろ。こしっこまして休憩しとるけど、常に便利あるから休憩ならんなこれ。朝から草。のの字に指を動かして、こう削っていくんや。濡れた岸とかで優しく削ってもあかんか？実は子出し切るには和式便所スタイルが最適らしいで。わかる。和式便所スタイルだとめっちゃ子出やすい。便秘の女の子のために世の中の女子便は全部和式にせな。せやかて3分以上座ってたらあかんのやろ？3分で勝てるやろか。あんまり息む年になっちゃうで。これが怖いねん。戦育児かれんねん。一気これでたらめちゃくちゃ気持ちいいだろうな。息むタイプのやつって気持ちよくないやろ。すっと出るやつは気持ちいい。硬くなってるやつって大抵コロコロ系やろ。出してもあんま達成感ないんよな。
風呂入ってケツから水吸い込んだらええやん。できるやろ？さっきシャワー当てまくったやけどケツの血が綺麗になっただけやったわ。ちゃうで。浴槽にお湯を張るんや。で全裸で風呂に浸かって、ケツからお湯を吸い込む。住民の肛門は水を出し入れできるんか？ウォシュレットならいけるやろ。あっちから来てくれるし。ワイの他にもヤクルト400人おる。あれ飲むと便秘知らずよな。下痢我慢してる時神や仏に祈るけど、こでん時はその5倍は祈るな。ウォシュレットで刺激して肛門で水を出し入れするピストン作戦もありやで。博士わらわらで草。足組んで力んでみ。足組むんか？再戦してくるやで。このままいても状況悪くなるだけやな。あかん。来た。戦う。なんでこんなクソスレが伸びてるんですかね。なんじゃ民基本、子大好きやからな。すまんがスレたいで久しぶりに吹いたわ。ケツいって、無理無理無理。くさ、頑張れ。いっちかわいそう。ちスレ、煽りかすがいない。子に対しては紳士。自分が子みたいな存在やから親近感湧くんやろ。子出たとしてもアナル避けてそう。お前ら納豆毎日1パック食えや。綺麗なバナナを、こ毎日出るぞ。たまに立派なを、こ出ると流すの惜しくなる。てか40分も出るのにかかる、こってどんなんやねん。水ひとしずくも飲んでないんか？出たーわー。うおー。とやー。やったな、雨でとう。元気な男の子ですよ。あかん。第二陣来た。便秘って先の、こが出るとニャルニャル出るよな。続報が早すぎるやろ。スターウォーズか。くさ。第二陣が本体やろこれ。なんやこれ、死ぬ。お前が戦ってたのは所詮下っ端やってんな。本丸と正規の一戦。第二陣くさ。頑張れ、負けるな。二陣以降は水分抜けて硬くなってないし楽やろ。終わった後も痛いから困る。ちゃんと薬塗っとけよ。蓋が出たらドバババって出るやろ。シャワータイム挟む。ここで日和るな。いけよー。ケツにシャワー当ててきた。シャワー当てても中に入らんやろ。お尻ちゃんすぐに血を吐くから嫌い。痛い痛い痛い、ケツ痛い。切れ字とかも下手すると痔瘻になったりして、手術せな地獄の苦しみを味わう羽目になるらしいからな。ケアはしっかりせよ。痔瘻ってなんやねんと思ってググったらとんでもないもん出てきて草。痔が悪化するとは、ル増えるんか。痔、ボタボタで草。わい死ぬんか。死ん、脱粉。冷え。せめて、こ出し切ってから死ぬんだ。多分お尻壊れてると思うんですけど。恥ずかしくても肛門科は早く行った方がいいぞ。普通に肛門の内側切れてるやろうしな。朝からこすれめっちゃ伸びてて草。勢い1位で草。実況いたやね。こ自体は停滞中で勢いないのにな。可愛い女の子やったら興奮するけどニートのおっさんなんやろな。なんで神様は血できなくなるようにお尻を設計してしまったんや。負けたらあかん。子は常に自分との戦いや。便器に血、ついとるわ。画像あげたろうか。腹でぇ。見せて。怖いよこのスレ。第一陣出たんやし第二陣も諦めてお尻のケアして寝たらどうだい。ゴーラックで一発やったぜ。ゴーラックに粒飲んだ時の激痛は忘れられん。冗談抜きでお前らに殴られた方がまだマシやってくらいのタウチ回るレベルの激痛。あんな優しそうな薬オーラ出しといて危険なんか。通称ピンクの悪魔やぞあれ。マジかよ。ピンクの攻略最低だな。はよ画像晴れや。イッチ死んだ？秘宝。イッチ、アナル避けし。さっき立ち上がった時に血が落ちた。冷え。切ったね。痛そう。朝飯食ってる時に見せんじゃねえ。スレ開くな定期。便意が引いてきたんやがこれはワイの勝利でええんか。第二陣が引っ込んでったんやが。解決してないやんけ。勝ち逃げされてるやん。引っ込んだらまたカチカチやね。便秘でもないなら無理やり出す必要ないやろ。出そうになったら出せや。一旦休戦や。立つわ。一軸干潮打とうや。干潮は何回やや。干潮せずに固い。こ出すとか正気か。切れ字不可避やん。干潮イヤとかウォシュレット使ってないのか。ウォシュレット使ったら干潮への抵抗とか霊になるやろ。ウォシュレットついてないで。外で普段も使わんで。ワイも一回だけそんなんなったけど干潮で一発やで。5分も経ずにブリブリブリやった。こマイスターわらわらで草。ああ、第二陣が距離詰めてきたで。
仲間呼びに行ってたんやろな。わいら土曜の早朝から他人のうこ実況して何してるんやろ。それは言わない約束やぞ。朝から南獣らしいスレが見れてよかったわ。今回は片言うこと40分激闘してるというスレを紹介したけどどうだった？第二陣まで控えてたとはたまげたな。食生活と水分を取ることの重要さを教えてくれるスレでしたね。皆さんの感想も聞きたいのでぜひコメントで教えてください。このチャンネルでは2チャンネルの面白いスレを紹介する動画を投稿しています。動画が面白いと思ったらチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。